んこんにちは、佐々木ひろのです。今日は2021年1月の四緑木星の運勢をやります。このチャンネルをご覧になると2020年四緑さんの1番全体運、2番人間関係恋愛運、3番金運、4番健康運、5番今月のアドバイスが分かるようになります。年末年始に入りまして、アトリエに行かないでお休みしてますので、自宅から配信しています。このね、配信スタイルは毎週木曜日やっているライブ動画のスタイルと同じなんですけども、今日はライブじゃなくて録画ですけど、ライブ動画風にお届けしています。この動画をご覧、このチャンネルは、日常生活に使える九星気学を分かりやすくお伝えしています。気学にご興味ある方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では 1月の四緑さんのね、運勢やりますよ。四緑木星さん、今年1年どんな年でしたかね。忙しい年だったかなと思うんですね。はい、年番月番をご覧いただきます。まず2020年の年番がこちらです。1月になってもこの番ですね。1月まで2020年という考え方、気学ではそういう風になってます。そして2021年1月の月番がこちらになりますね。六白が真ん中に入っています。この年番の上に六白真ん中の月番が重なっているというイメージしてもらって、四緑が東にいて、この五黄の上に乗っかっている1月という運気になります。その運勢がどんな風になるかお話ししていきたいと思います。まずね、1番の全体運ですね。四緑木星の1番全体運はね、観察するよ、なんか熟考する、よく考えるというふうに出ています。四緑さんね、穏やかに見えるんだけどね、案外忙し屋さんでね、次から次へとどんどん動いていく、割と行動派な方が多いんですけども、1月はじっくり状況を見つめる月というふうに考えてほしいんですね。まあ今の状況をよく見つめて次からの動き方を考えるとかね、あと整理整頓することがあれば整理整頓するとか、そうやって今の状況、ちょっと自分の忙し屋さんを一旦止めといて、今の状況を見つめて把握する月ということを意識してほしいっていう感じになります。そして2番人間関係恋愛運です。人間関係はですね、意外とさっぱりしている四緑さんなんですけど、1月はすごく情にもろかったり、執着、あの人こんな感じですごい傷ついたとかで、なんかさっぱりできない、執着しちゃうとか、やきもち焼いちゃう、なんか人のこう言動を見て、なんかこうネチ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 焼きもち焼きたくなっちゃう、そんな気が巡っていますので、来月1月はね、あら私どうしたのかしらと思うかもしれないけど、そういうね、ちょっと執着しちゃう月っていう感じです。恋愛運も同じで、いつもなら別に気にならないのに、相手の言動にやきもち焼いちゃったり、なんか傷ついちゃったりするっていう感じですので、気をつけてください。はい、3番金運です。金運いいです。ただ引き寄せがすごく強い月になりますので、それで金運がいいっていうことなんですけど、引き寄せというのは自分の心の在り方がそのままこう引き寄せられますので、金運いいって思って明るくしてればいいんですけど、お金がなくなっちゃう不安とか、そういう不安とかなんか心配を心に抱いてると、それがまた引き寄せられて、いいはずな金運が悪くなっちゃいますので、金運いいっていうふうに思って明るくしておくっていうことが条件になります。
続いて4番健康運です。健康運もいいです。ただね、飲みすぎ食べすぎでお腹の調子がね悪くなっちゃう、なんかこう、戻しちゃうか下痢するか、そういう感じがあるので気をつけてください。なんかその飲みすぎ食べすぎとか、あとちょっとこう傷んだもの食べちゃったりとかするとそうなっちゃうので気をつけてください。そして5番目、最後の今月のアドバイスですね。おすすめパワーストーンはタイガーアイまたはスモーキークォーツですね。私ね、タイガーアイの茶色がねどうも好きにならなくて持ってないので、今日はこの黒いっていうかね、ブルータイガーアイっていうね、これをご紹介 します、まあ、これブルーというかね、黒いっていうか、青に見ようと思えば見えるんですけど、まあ黒かなっていう感じです。すいません、くしゃみ出ちゃいました。あ、失礼。それからこのいっぱいあるこの石はスモーキークォーツですね。水晶のスモーキー、曇ってるっていうか、こうグレーとか茶色系の石ということで、それのどちらでもいいですね。今月のラッキーパワーストーンです。私すぐくしゃみ出ちゃうんですよね、すいません。はい、それから生き方のアドバイスですね。ね、2021年1月はちょっと特徴のある月ですので、それをまずお話ししたいと思うんですね。先ほどの年番月番をご覧いただいて、こちらです。2020年の年番がこれで、月番が1月の月番がこれになります。それで2020年は1月で終わりで、2月から新しい年番に変わります。どれに変わるかというと、この月番、1月の月番と同じ形の番が来年1年間の年番になってきます。ということは、1月1ヶ月間で来年の1年間の運気をプレ体験できる月というふうに思っていただけると、思っていただくといいんですね。1月の運、1ヶ月間が来年1年間のなんていうか小規模な体験ができるということになります。じゃあ白くさん、来年1年間ってどういう体験する場所、どういう運勢なのっていうことで、それはですね、東に出てきますので、今今年はいろいろ細々忙しくって、なんていうのかな、地道に一生懸命頑張る年だったんですけど、来年からいよいよ形にするべくチャレンジしていくという年になってきます。なので、来月1ヶ月もチャレンジの月ですね。考えるより行動というのがおすすめなんですね。いろいろ考えてやらないっていう選択はなしなんですよね。なんか思いついたらパッとやる、思いついたらやるっていうことがおすすめになるんですけど、白く木星の方ってね、すごくなんていうかな、好奇心旺盛でやりたいこといっぱいあるんだけど、人目が気になってどうしよっかなって言って迷って、こう時間だけが過ぎていくということが、あったりしますね。なんかこう、これやりたいけどやったらどういうふうに思われるかなとかね、そういうふうに考えちゃって行動が遅くなっちゃうんですね。迷うんですね、すごく。なので、来年1年間を迷っていたら、せっかくのチャンスの年を、これからチャレンジしていく、たくさんいろんなことをチャレンジしていく年ですので、迷っているとどんどん過ぎていってしまいますので、来月1ヶ月でちょっとお試しでいろんなことをチャレンジするという練習してほしいんですね。好奇心のままに動く、これやったらどう思われるかな、あれやったらどう思われるのかなっていうのを、なんていうのか、忘れるっていうかな、横に置いといて行動するってことをやってほしいんですね。
だけど、まあ、空気を読んで人とのバランスを考えるシロクさんなので、そうは言ってもやっぱちょっと考えたいって思うと思うので、来月1ヶ月で好奇心のままに動くにしても、どの程度動けばそれほど人に迷惑かけないかな、それほどこう後ろ指刺されないかなっていうのをお試し期間ですのでやってみてほしいんですね。で、あ、ここまでやったら案外平気だった、普段だったらやらなかったけど案外平気だったっていうのがあれば、それを来年1年間その感覚で進めますよね。なので来年はいろんなことをチャレンジして、なんていうのかな、その次の年への、本ちゃんの運勢が、本ちゃんの運勢が開いてくるところなんですけど、に持っていきたいんですね。来年チャレンジしたものを、体験したものをピックアップして持っていきたいので、なるべく多くのことをチャレンジしてほしい1年間なので、そのための練習期間として1月は、小さい単位でいいので好奇心のままに動くというのを、練習してほしい1月ということになります。シロクさんね、空気読んで動けなくてね、なんか残念な結果にならないようにぜひね練習してみてください。最後に同階シロク木星は今1月いろんなことが片付いていきます。問題が解決したりとか、お家の中が片付いたりとか、物理的にもねそういう感じがありそうです。傾斜シロク木星、引き寄せ力がアップしています。心の中を明るくするように、暗くすると暗いものが引き寄せられちゃうので、心の中を明るくするようにしてください。ラッキーカラーは黄色。ラッキーアイテムはゴミの処理かな、片付けになります。お掃除、大掃除とかね、お風呂掃除とか、普段手をつけない換気扇の掃除とかおすすめです。そしてラッキーフードはラッキーフード1月は、あ、考えてなかったな、何かな、残り物ですね。残り物がラッキーフードになりますので、おせちなんかね、まあ残り物食べてるような感じなのかな。なのでおせち料理をね、2日目3日目とか最後のおせちを片付ける役とかね、そんなのラッキーフードとして活用していただけるといいかなって思います。はい、では白く木星の1月の運勢まとめますと、1番全体運、じっくり状況を見つめる月。2番人間関係恋愛運、やきもち焼きになっちゃうかもしれないです。3番金運、いいです、心を明るくして。4番健康運、いいですけどもお腹ですね、お腹の調子気をつけて。そして5番今月のアドバイスは、来年の練習期間です、好奇心のままにチャレンジをやってみてくださいっていうことです。はい、いかがだったでしょうか。白く木星さん頑張ってくださいね。来年1年間の大事なねチャレンジの月になりますのでね。ではエンディングに入ります。はい、ありがとうございました。今年1年間ね、配信動画ご覧いただいてありがとうございました。また来年もね、気分も新たに皆様が、そうだな、お役に立つ情報をなるべく多く配信していきたいと思いますので、ご愛顧いただけると嬉しいです。私は毎日非番吉報という開運方法をやっています。簡単にできるのに効果がとても高いので、動画をご覧になっている方全員におすすめなんですね。だけど一人一人に教えることが難しいなと思って、私が考えたのが吉カフェオンラインサロンになります。1ヶ月無料試しで入っていただいて、1年間私が、まあ、おそばにいさせてもらって、吉カフェが無事できるように、幸運体質に変化するように見させてもらうというプログラムになります。
キッチカフェオンラインサロンで、ぜひ無料試しからご入会いただけると、幸運体質、来年こそ幸運体質になれるっていう感じですので、ぜひやってみてください。それから毎週木曜日夜8時からこの、自宅から、ライブ動画も配信しています。来てくださる方のコメント中心におしゃべりしましょうという感じでやっておりますのでね、シロクさんね、人目が気になるけどね、ハンドルネームで入ってもらえれば誰だかわからないので、ぜひね、お悩み、簡単なお悩みなんかもお答えしてますので、ぜひ遊びに来てください。それから最後に来年1年間の運勢をお話しする新年スペシャルセミナー、1月と2月で3回行いますので、どれかね、ズームもありますから、ぜひまだお申し込み受け付けておりますので、ぜひお申し込みください。説明欄にね、全部ご案内を貼り付けておきます。はい、最後までご覧いただいてありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いします。それでは今日はこの辺でごきげんよう、さようなら。